やっほやっほ。前髪がすごいことになってる。メイさん、メイです。こんばんは。サラメイです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。もしまだルームをフォローしてないよって方がいましたら、ぜひフォローしてほしいなの気持ちです。よろしくお願いします。実はですね、今日 Wi-Fi が壊れてまして、全然配信ができなかったという。今ここで言う。今夜ご飯のゴミが通りました。鈴葉ちゃん、メイさん、メイさんです。やっほー。もっちゃん、こんばんは、こんばんは。今日もありがとうございました。ありがとう。すごいお話ししてくれて嬉しかったよ。ありがとう。前髪巻くの似合わないからさ、今日マジで似合わなくて顔が全滅だった。つら。前髪長いの似合わないの。証言さん、こんばんメイちゃん、こんばんメイちゃん。今、フォロワーさんはどれぐらいですかね？でねん。わあ、2617人。わあ、ありがとうございます。もしよかったら、まだフォローしてないよって方、ルームフォローしてくれると嬉しいです。おとたまさん、こんばんだい、こんばんだい。 今日の髪型は編み込み、こっちとこっちに三つ編みを作りました。ちょっとチャラいね。イエーって感じ。いや、なんかただのストレートだとつまんないかなと思って、ちょっと工夫してはみたんですけど、久々にこの髪の毛をやりました。ゴムの色が白だからさ、ちょっと浮いてるっていう。よっちさん、こんばんない、こんばんない。いわちゃん、こんばんは。ちなみに名古屋の準備はまだ一個もしてません。笑い事じゃないよ、ほんと。どうしよう、一個もやってないわ。アイマール、こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。角田さん、初見です。僕のプロフィール画像の信号機を見たことがありますか？はじめまして、SR メイです。ちょっと見たことがないです。信号機、プロフィール画像、どのプロフィール画像だ？これか。見たことないです。4つになってるやつ。ない。日本ですか？金ちゃん、ヤッホー。明日、明後日、ショーティー侍、ヤッホー。メイです。本日のお供はこちら、毎日いっぱい青汁。ってことで、今日のスクショタイムはこちら。みんなで飲もう青汁習慣。 明日も行くよ、明後日もいるよ、待ってるね。たくやぎ、こんばん。ざい、こんばん、ヤギちゃん。ライブお疲れ、おっつー。ヤギ。明日待ってるね、じゃあ。日本の信号機、名古屋にもあるよ。ほんと？じゃあ、名古屋、明日、見れるかな。名古屋楽しんできます。準備終わった？今、携帯ぶつけたでしょ、壁に。携帯壁にぶつけたでしょ、あなた。グランチックのマフラー。のきちちゃん、やっほー。やっぱ前髪切ってほしい。にゃー。長い。見て、巻いてこれだよ。長い。しかも、まんま巻くの。うまくないっていうね。違う。前髪を、の量が多いから、巻けないの。アサヒジュリアは、今日、全部バラすよ。何？帰り道、お腹が空いたって言って、美味しいものの画像をずっと見てお腹を空かせてました。そう、ヤギちゃんの本名知っちゃったから。聞いちゃった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 。前髪微調整しなきゃいけそう。前髪長い。マジ伸ばしたらこれぐらいあるから、今。顔の目の下。目、前髪長いの耐えられないんだけど。今日のライブ、ほんとちょっと前髪長くてちょっとええと思ったもん。お腹空かせたジュリちゃん、かわいいですね。
違う。つかつかじいちゃん、今ビール一杯やってるから。アサヒジュリアがアサヒビールじゃないもの飲んでるぞ。小指立てて、ま、小指立ててビールうま飲めないくせに。ビールうま飲めないくせに。何飲んでるか教えてあげましょうか。カルピスソーダ。絶対炭酸抜けてるし。僕のインスタ見ればご飯画像いっぱい見れます。なんで？め炭酸苦手なんだって。でもなんで？苦手だし冷たいし。抜けてないのそんなに。うん、こんなもんだよ。抜けてるし。アサヒジュリアと関節中ですね。中に青汁入れといてあげるよ。青汁割り。代わりにクリアアサヒ飲みます。だっていい子だって。いいね、みんな褒められて。クラモンこんばんざい。こんばんざい。私も炭酸苦手。そう、炭酸メモあんま得意じゃないんだよ。ウェってなる。たまに飲みたくなるんだけど、私飲めないわけじゃないんだけど、おーってなる。こんばんざい、たなしゅんこんばんざい。みみるこんばん、めいちゃん、やっほー。たい明日は名古屋だよ。みんな来てくれる？声がガラガラになっちゃった。今日のライブはありえないぐらい歌う人だった。歌パート担当って感じ。終わらせない、あーあーって歌ってた。あんま歌を歌うタイプ、なんだろう、歌わないパートだったから、ダンスはちょっと楽しかったです。遠征楽しんでくるね。ありがとう。準備一個もやってないけど。ジュニアさんこんばんで、こんばんで。何が？お風呂入ってからパッキングをするか。パッキングをしてからお風呂に入る。お風呂入ってからパッキング。これ入る人だよね今。うん、だってもう持ってんじゃん。聞いた意味。お部屋電気ついてるよ。明日リリーベは行くけど、ライブも行けたら行く。待ってるよ。明日ライブ遅いからね。チッタの物販テーブル、次行った時そのままだったらボンド持って直してくる。いや本当にそう、気をつけないと。ポーラハローハロー。メイちゃんこんばんで、こんばんで。名古屋名古屋。ハローメイさん、ハローこんばんで。明日から楽しみ、楽しみだね。ライブはオフ会の後。そう、オフ会行ったからライブ。またそうやってさ言うから。言わないの？言うよ、全然言うからね。今からジュリアちゃんがズボン脱いだ。今 T シャツ1枚だよ。下パンツ。歌ってもごまかせないよ。歌ってもごまかせないよ。2人ともパッキング頑張ってください。頑張ります。大して頑張るものもないけどね。でもなんかいつもさ忘れ物しないかなってさ。でも結局衣装と携帯と充電器と財布あればなんとかなる。国内だし。おい、おしめやんって言われてるよ。ん？あなたのおしめは今パンツです。なんか変な言い方。今日ほんと失言が多いからね、気ぃつけや。ほんとに電車の中とかで絶対走っちゃいけない言葉とか喋るからさ、ちょっとシーって思って。今日本当にそんな顔してもダメだし、横揺れしてもダメだよ。暖かくなるかな。暖かいお汁って言うの？でも冷たいのも嫌じゃん。ぬるい方が嬉しい。失言が多い。そう、今日失言が多いの。びっくりする。帰り道とかも言えないもん。これはもうみんなに言えない。本当に言葉をね、いっぱい走ってる。でも言いたい、その言葉を言いたいんじゃなくて、うん、何があったかを言いたい。どういうこと？どっち？帰り道。帰り道はダメだ。帰り道めっちゃ臭かったの。本当に本当にずっと臭くて、一箇所が臭いんじゃなくて、ジリたちの周りがずっと臭かったの。すっごい臭くて本当臭かった。びっくりした。まあ、そっから出現がね出てきたっていう。寝なきゃ明日5時起き、5時起き。わお、明日楽しみにしてて。ブイブイ。 GTR さんこんばんない、こんばんない。何酔ってるの？一個もお酒飲んでないよ。飲んでるジリクレアサヒ。うん、カルピスソーダな。え、待って、入んないとやばい。
ね、これ置いたままにするの。ぬるくなっちゃうよ。タイからこんばんで、イキヒヤホー。顔面の調子があんまり良くない。サルちゃんこんばんで、こんばんだい。明日はいよいよ名古屋遠征です。みんな来てくれますか。安原予約お待ちしておりまする。ブンルンルン。めいちゃん予約少なくて寂しい。出現気になる。言えない。ほんとこれは言えない。内緒です。ただ帰り道がすごい臭かったよっていう話。でも言えないですよ。出現2つあったんですけど、両方とも言えない。ほんとにマジで言えない言葉だからね。今日はクラブチッタ川崎さんでライブでした。うん、クラブチッタはいつぶりだってぐらい久々。川崎駅に降り立つのがマジ久々だったから寒かった。今日はあのなんだっけ、これナビタイム、ナビタイムお姉さんの服です。ナビタイムゆうたらニットですね。これもニット、ナビタイムお姉さんでした今日。新幹線乗り遅れるの、それは大変だ。いいな新幹線、いいな。バビューンじゃん、バビューンで来れちゃう。チッタは広くていい。確かにめっちゃ広いよね。髪の毛どうしようかな、名古屋ってイメージ今考え中。みんなは車で、いつもそうだよ。まあでも時間が14時半からだからそんなに大変ではない。フルニーヤッホー、こんばんだい、こんばんだい。チョキ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 なんです。チョキトゥ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 。イソローさんが迷惑をかけていませんか。イソロー家にいないけどな。みんなちゃんと家賃払ってますよ。家賃払って必死に生活してます。わ、人間味。どこまでだったら車で行くんだろう。わかんない。うちらもどこまでなのかな、わかんないけど。安全運転でねって言っといて。安全運転でね。カズヤさんこんばんは、こんばんは。今日は全体ルームの後に個人ルームを配信するんですが、鹿児島はさすがにじゃない、多分さすがに車じゃないと思うけど、福島とか、福島じゃない、福岡だって、だってあれだと思う、飛行機だから。まあなんだろう、その場その場の相場だったりとかもすると思うんですけど、人数とかあとスケジュールのね感じとか。クラブチッタってセルビアンナイトと比べちゃいけないぐらい広い。いやめちゃめちゃ広いよ。セルビアンナイトは7人ぐらいだけど建てるのが、もうクラブチッタは十何人で建てるから。岡山か北陸はあの車で来てましたよ。車で来てた。岡山か久々に行ったけどやっぱ広い、めっちゃ広かった。明日から2月が始まるということで、ちょっと頑張りたいな気持ちですね。頑張っていろんな人に来てもらえるように頑張りたいし、そうですね、目指せ再来月も A グループということで頑張りたいと思います。セルビアンナイト、セルビアーナナイトです。直樹さんこんばんだい、こんばんだい。ありがとうございます。唇に色が乗らない日だ。泣いちゃう、泣いちゃうかも。今回は風邪をひいたため、今回は残念ながら名古屋お休みします。名古屋行けないのが残念。会いたかったよ本当に。残念だ。取りこぼしを減らす。頑張れ。結構取りこぼしてるからね最近。
まあちょっとこの期間すごい成長できたらいいなの気持ちだし、ちょっと2月はあれですよ、なかなかあれができないから、なんだっけ、その2月の後半には台湾にも行くし、ちょっとね動員頑張らないと A チームなれないから、頑張るよって、いろんな人に好きになってもらえるように頑張るぞの気持ちです。ブイブイ。シルビートさん、こんばんざい、こんばんざい。イエーイ。年始仕事忙しかったからしゃあない、2月落ち着くから結構いけるはず。お、待ってるよ。大丈夫、すごいガコガコ言ってる。でもメモ今日お風呂入ってから寝ないとやばいですね。だから寝る時間あんのかなぐらいのレベル。寝れるかな、寝れんかったらどうしよう。24時からタイメンバーが配信するみたいなので、日本時間のね、なのでもしあれでしたら皆さんこのまま見ていてくれたら嬉しいです。そしてルームのフォローよろしくお願いします。ルームフォローしてほしいな。そしてこっち側にあると思うんですけども、バンザイジャパンにはですね YouTube チャンネルの方もございます。イエーイ。今登録者数2000人を目指して頑張ってますので、ぜひ YouTube のチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。ライブの動画だったりとか、あとはちょっと変な動画がいっぱい載ってるんですけども、ライブ動画は本当に何だろう、その時その時で歌ってる人も違うし、あと曲もいろんな曲が聴けると思うので、そして何よりバンザイジャパンの初めてのミュージックビデオ10人トイロがアップロードされておりますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。でサーラは桜よりも淡くって歌ってるんで、ちょっとそこも注目してみてくださーい。車の中で寝れるかな、め車の中寝れない人なんだよ実は。もうしてた、もうしてた、天才だ。もうしてる人はね褒めちゃう、天才だって、天才がいるぞ。ワンマンのロアコラボ最近鬼リピ、あれいいよねめっちゃ。タタ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 タ、ユウさん、ヤッホー、ユウさん名古屋会えるの？会えたらいいなーの気持ち。おつめい、ジュンディさん、愛知からこんにちは、こんにちは。愛知九博、オフ会行きますね、待ってます。これ全部書けないんだよ。大須何時だったっけ。大須の時間が分かんない。名古屋遠征が始まるということでですね、タイと名古屋回しますね。嘘です、無理です、それは無理だ。サンシャイン栄リリーベで、そして大須でライブがあります。多分21時か28、それぐらいの時間ですね、夜で。2月2日はデラロックとサンシャイン栄のリリースイベントで、つまり名古屋遠征は4回あるんですよ、ライブが。わかりますか、4回、すごいね。こんばんとるる。だからもしよかったら名古屋近くにお住みの方は会いに来てくれると嬉しいです。
現在バンザイジャパンはですね、ジャパンエキスポタイランド2020に出演しております。タイのバンコクで今行われてるんですけども、まあお近くの方はぜひ行ってみてください。オース DTBLT21 時20分、そう遅いのよ、めちゃめちゃすごく遅いんですけど、でも楽しいライブを絶対お届けするので会いに来てくれたら嬉しいです。なんで愛知遠征って言わないんだろうね。なんでですか。でな、明日から名古屋遠征、イエーイ。2日目のリリーベは21時ぐらいから、めっちゃ遅いねん。県名で言うところと都市名で言うところよくわかんない。そうこれですね。もしよかったら会いに来てください。愛知遠征でもいいはずなのにね。で他の時は東京とかやったらさ、なる大阪やったら大阪遠征やしさ、梅田遠征とか言わんやん。なのに名古屋だけ名古屋なんやんと思って、面白いよね。ということで、そろそろ多分タイ組のメンバーが配信すると思いますので、ぜひそちらを見ていただけたら嬉しいなと思います。日本時間の24時頃からって言ってるから、あと数十分後ぐらいになると思うんですけども、もしよかったらそちらの方も見てもらえたら、うついたとととととと見てもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ見てください。名古屋気をつけてくるんだよ、待っててね。そして名古屋の方のライブのご予約受付中なので、もしよかったらレザーラ予約してくれたら嬉しいです。待ってます、ぜひ会いに来てね。そして東京ではですね、2月の3日からライブがあります。2月3日はタワーレコード新宿店さんでリリースイベントです。そして4日はヴィレッジヴァンガード渋谷本店さんでリリースイベントになります。リリーベ続くんですけど、あったからあと4日間ですね、4日間だって、4日間国内組でライブをさせていただくんですけども、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。待ってます。ということで、そろそろこちらのルーム終わりたいと思います。今から SR は個人ルーム移動するんですけども、なんて言うんですか、あ、そうだ、タイ組がタイでから配信するみたいなので、この後ぜひそちらをチェックしてみてください。待ってます。おつめいちゃん、おつめいちゃん。ということで、以上バンズジャパン石川県の電動シーリーダーの SR メイでした。明日からお会いできるの楽しみにしています。バイバイ。おーす、待ってるよ。またね。ピピッ。